お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの高回転ホグ現環境バージョンというわけでねやっていきたいと思います。まあなんか 2.6 ホグっぽいんですけど、全部がなんか微妙に違うみたいな、デッキですね。5ではなくクエイクで、施設のホグが大砲ではなくテスラで、対空もマスケではなくハンター。まあだから陸にすごいね強くなった、陸系も優秀ですし、まあ空にもファイボじゃない代わりにテスラとねハンター、そして LSP もいるので、まあ高回転で、テスラハンター LSP、SK ウッドでまたテスラハンターってもあるので、まあ空にもね十分強いんじゃないかなというようなホグデッキでございます。まあなんかホグプラスクエイクでね、やっぱ施設気合で突破できますし、まあ、もし相手がトルネードプラス施設でなかなかホグが通んないっていう時には、クエイクでね、はい、ひたすらもう守って、ナイトテスラハンターがね、はい、いるので、結構防衛硬いと思うんでね、はい、まあ、しっかりクエイク削りとかも意識していけば、全然ね、勝てるとか勝てない、きつそうなのは、まあ、ゴリ押し系かなぐらいじゃないかなと思います。マルチのね、上位でも今、結構ね、このデッキが使われてます。そんなわけでね、やっていきたいと思います。さあ、マッチングしました。よろしく。で、なんかホグデッキとかやっぱ高回転デッキってなんか防衛がねすごい大変とか、まあ、そういうイメージがやっぱあると思うんですけども、今回ハンター、そしてまあテスラ、まあナイトがいるので、なんかそこまで大変じゃないというか、なんかマスケで大砲とかだったらさ、なんかテクニックがいるじゃないですか。でもハンターテスラも出しとけばなんとかしてくれるっていう、いやー、まあ、それがテスラね。はい。これもう置いときます。テスラ置いとけば、基本的にね、何でも守ってくれるんで、よしよし。さあ、テスラ、頑張って。で、相手がね、このテスラとかにコスト使ったら、まあ、僕はね、ホグ飛ばしていきましょうか。相手ゴブ折りだったんで、回ってないかもしれないですよね。さあ、親衛隊、これ親衛隊にさ、クエイクって、親衛隊剥がせるんですよね。よいしょ。さあ、オッケー。まあ、ロイホグですね。ロイホグが、まあ、ホバー今咲いたから、よいしょ。ほい。いや、いいですね。これもハンターで全部いい感じにね。まあ、なんか、キング起動できないですけども、まあまあ、言うて。いや、爆発ですね。で、ホグ行ってもいいんですけど、ゴボウリ来るから、まあ一回ステイで、ここでコスト使わせて、みたいな。よし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 。いや、もうハンター強いし、テスラ最強だし、クエイクで削れるし、みたいな。ね。こんなのをこう、ホグデッキってこう言うと、高回転ホグ使いからしたら、いや、全然、もうそんなもユニットパワーデッキやんけってね、なると思うんですけども。まあ、大事ですからね。デッキパワーで勝つ。さあ。で、ここもね、クエイクで親衛隊の盾溶かしちゃいたいんですけど、まあ、いっか、ウッドで。で、テスラが、これむずいのは、ホバで壊されちゃうんで、ちょっとね、低めに置いちゃって、ホバやっつけれそうだな、でも。ああ、でもこの、うまい。ああ、やばい。さあ、やばい、と思うじゃないですか。いや、めっちゃいいファイブ飛んできた。あ、待って、やばい。待って、余裕超えてた。ああ、LSP! 待って待って。いや、まあ。多分これ、勝てます。いや、絶対勝てるんですよ。絶対勝てる。今のは僕なんか LSP がね、ホバリング多分当たっとけば処理できてたのが当たってなくて、すごいね、苦戦してたっていうのもありますし、よし。さあ、OKOKOK。で、こうテスラ置いて、もうこれだけでね、全守りできます。テスラハンター OP だな。で、ホグ単体じゃなくて、こうナイトプラスホグでいくと、こう施設置かれても何出されても突破できるよねっていう。今、ナイトがタゲ取ってるので、ホグがね、しっかり刺さっていきます。あとは、クエイクと圏内かな?はい。まあ、テスラ置いて、ホバーが多分来るのかな?ホバーだけ、しっかりね、こう、延命してあげて、クエイクさ、これ圏内じゃなかったらやばいかな?もしかして。まあまあ、テスラ置いて、みたいな。オッケー。いや、テスラバカ強えな。で、まあ、あとは、クエイクと圏内かな。いや、クエイクのダメージ、なんぼわかんなすぎてさ。さあ、58×3 ですね。
はい、170ちょっとですか、174ぐらい、はい、まあ、それねちょっと覚えとかないと危ないんでね、気つけてください。スペルダメージをね、覚えてるか覚えてないかだけで勝ち負けね変わるとかあるので、はい、よろしく。さあ、とりあえず暇なのでウッドとかクエイクで削っていきます。なんかまあこういうデッキというか、基本的になんかスペル打っとけばね、こうユニットを無駄に消費しないというか、もしこうハンターとかをね、とりあえず後ろからポイって裂いてみようって裂いて逆サイバルーン来て、困ったとかっていうこともまあないこともないので、なんかねとりあえずユニット出すよりかはウッドとか、まあ、スペル打って回した方がまあいいんじゃないかなっていう。さあ、今回相手クエイク、ハネハネさん系だと思いますね。そう、強打ヘイスケルトンラブって書いてますし、そうですね、キョスケロイジェとか、まあキョスケ関係なのかなと思います。で、ちょっとこれ後ろ、いやこれゴブリンブレル来んのかな、よいしょ。さあ、キョスケの爆破は嫌んよっていう感じで逆サイにやりつつ、いやまあスケルトン部隊とかがいるんですかね。1億円くらい考える。オッケー。ギャングでしたね。さあ、いや、これはね、めちゃくちゃ相性良さそうだな。今回相手が、コウモリには LSP。ギャングにはクエイク。キアにはウッド。これ、神相性なんじゃないかなと思っちゃうんですけど、まあ、キョスケプラスロイジェイか、まあ、スケラとか、まあ、多分何かがあるんですけども、まあ、そのユニットによっては怖いかなっていうのはありますよね。さあ、まあ、ここね、しっかり処理してあげて、で、こういうハンターとかの後ろからね、スケでこう、ちょちょんとしてあげるのが大事ですね。さあ、守って、もう一回多分ホグで、コウモリかな今回は。さあ、コウモリをエリスピー。うわ、エレジョ、ん誰こいつ。エリゴレっすね。さあ、ここは、すげえ、キョスケ。キョスケエリゴレはね、ちょっとあんま見たことないというか、初見ですね。出会ったことなかったですね。初めての出会いですね。いやー、やばい。キョスケエレじゃいか。新しすぎん。まあ、でも、なんなら、ロイジェイとかよりも、エレジェイの方が神相性みたいな。これちょっとキョスケの爆破をね、あんま生かしたくないっすよね。ね、これはね、さすがに負けないっすよね。神相性すぎてさ、エリゴレね、かわいそうじゃないですか。ハンターでいじめられてるっすもん。で、テスラもあって、みたいな。で、これね、全部LSP で行かれるっていう。よいしょ。さあ、まあ、この辺のタイミングでね、ホグ飛ばしてあげて、ウッドぐらい打っとけば、まあ、なんか来るでしょう、というわけで、さあ、グッド、あれ？グッドゲームだと思ってた。まあまあまあ。次、もう回転範囲でね、ユニット回して、さあ、このハンターで全部処理してもらいの、さあ、グッドゲームでございます。いや、まあ、間違いなく、ハンターになってることによって、こう、防衛が強いんですよ。火力がやっぱ高いので、ハンターのね、溜まって全部当たると、ペッカと一緒、ぐらい火力が出る。4コスの空にも対応できるペッカ。と思えば、まあ、ぶっ壊れですよね。今、まあ、ずっと使われてるんですけど、環境でね、大人気のハンター。はい。まあ、なんか対空だから、自分のデッキで、こう、まあ、例えば、なんだろうね。ミニペッカの枠。ミニペッカちょっと違うかな。まあ、でも、なんか空の枠とかを、ちょっと1枚ね、ハンターにしてみるとか、それだけでも、すごいね、まあ、勝てるようになったり、まあ、逆にね、勝てなくなることもあるかもしれないんですけど、ぜひ、ね、ハンターは使い得キャラかな、今、だと思います。テスラもね、まあ、強いんで、施設、ちょっと何がいいかなとか、意外とね、テスラとかにしてみると、まあ何でもね、はい、空にやっぱ戦えるっていうのが強いですね。ハンターとテスラは陸にも強くて、まあ、空にも強い万能なカードかな、今この2枚が。はい。さあ、やっとマッチングしました、よろしく。で、初手ホグはやっぱね、トルネで近畿道とかカウンターがちょっと怖いので、初手ホグではなく、やっぱまあスペルとかでね、回していきたいかなと思います。今回相手は、おお、俺、マジアチャオールブレイカーだと思います。で、多分今のは僕のデッキがマジアチャオールブレイカー読みとかなのかな。僕のが多分マジアチャオールブレイカー使ってると思って、
そのね、マジアチャー警戒のディガーかなと思います。まあボムとホグがあるのでちょっとね、めんどくさいって言ったらちょっとねあれですけども、さあどうやって勝っていこうかなっていうので、ここねホグ飛ばすとナイトがあそこの位置いるとトルネで近畿度意外とねミスりやすいんですよ。あーさあボムで守ってくる、まあクエイクでね、この削りいらんかったかもしれないですね。まあテスラ置いとけば相手は結構ね攻めれないので、うん、さあこのねディガーのダメージすら痛い。いやテスラ OP すぎー。で今回はトルネのターンかな、トルネのターンだと思うので、ホグ単体ではなくこうナイトプラスのホグとかで攻めて、まあ言うて簡単に近畿道されてしまいます。さあでもまあ僕は今回クエイクがあるので、こういう相手にはもうクエイクで削りまくって勝つで、相手のディガーをもう拾いまくって勝つ、端前テスラですね、でまあジャッジ警戒してみたいな勝ち方があります。もうねイモ類しかできないですね僕は。さあこのねキングギドできないのがねちょっと嫌っすよね。まあマジアチだけ警戒して、うん、まあホグ飛ばして、まあ飛ばしていいっすね別に、相手がトルネとかボムのねさあ防衛コストを使ってくれるので、よいしょ。でこれ端前ないと行きたいっすよねさすがに。まあトルネプラスされると嫌なんですけど、まあ、攻めてでまあボムかな。まあでもハンターいるし、これは一発入る、一発入らない。さあこの槍ですらね抑えていきましょう。ディガーのダメージでちょっと負けそうになってきましたね。まあ、こっちはさすがに射抜いてこない、いや射抜いてくる、取れね、下来ない、クエイク、うん、いやホグ一発、さあ耐えられる、うん、真ん中テスラ、真ん中テスラで耐えたい。一応マジアチャだけ警戒して、さあでウッド打って削っていきます。いやーこのディガーのダメージ痛えなー。でもディガー毎回これスケで抑えられたらまだいけそうっすね。うん、相手は逆サイにちょっと来始めましたね。痛えー、痛すぎる。いやーでもワンチャンありそうだ、すごいワンチャンありそうだね、雰囲気はしてるんですよ。まあディガーだけ拾いたいよねっていう。テスラ置いて裏か、拾ってホグとまあクエイク打ってみたいな、ワンチャンあるっすよね。いやマジでありそう。ホグこれ取れねか、一発、うわ、でっけえ、でかすぎだろ、今の。今のやばいっすよね。さ、拾えない。いや、マジで。このクエイクがね、とりあえず強すぎっていう。あと、端前テスラも、お、これ入るんじゃない？一発、ずっし、いや、入んねえか。まあ、でも、テスラ置いとけば、多分、なんとかなるんですよ、マジで。これ、端前テスラ最強すぎて、よしよし、で、クエイクウッドでもう削るっていう。オッケーオッケーオッケー。これホグがね、やっぱ入れない分、このスペル削りが最強。いや、マジアチ来そう。さあもう、これは無視して、クエイクで終わりか。オッケーオッケーオッケー。あぶね！さあ、グッドゲームでございます。まあ、こういうね、施設取るね、マジアチオールブレイカー最近すごい流行ってますけど、このクエイク削りされるとね、そう。で、あとは、端前テスラ。端前テスラして、クエイク削りされると意外とね、あのマジアチャさせないので、そうそうそう、よろしく。もうテスラ置かれるだけしんどいみたいな感じですね。まあ今の勝てるのはちょっとでかいですよね。やっぱこのクエイクがねちょっと強いっすよね、削りとして優秀すぎる。さあホグ飛ばしちゃおうかなと思いながらも、ウッドでいいや、一回ねウッドでね丁寧にね。やっぱキング起動されてしまうと後半なんかね、やっぱダメージ追いつくのが難しくなってきますよね。
入らなくなってくる。なかなかね。さあ、今回インドラ、まあテスラなんかずれたんですけど、テスラ100ぐらいの確率でずれるくないですか。うわーすげえ。出ました、 D が。うん、これ一発、あー、うん、ハンター今の。さあ一発なら許そうで、形組みつつの、ここでちょっとこっちに行っちゃいますね。すると相手はね、両方とも守んないといけないので、ってなった時に、いや大ダメージですよ。うん、ちょっとウッドで溶かして、このスケドラちょっと嫌ですけどね。うん、いやテスラがね、あの居残りテスラが頑張ってくれてました。さあナイトハンターで300まで削りました。今回の相手はまあ、スケドラ、インド、ディガバルーン、ラバルーのヤナアメザップだと思うんですよね。まあ、そしたら、ハンターもテスラも最強なので、ハンター、テスラも出し放題。そう、出しまくっちゃえば、まあ、いいんじゃないっていう。そんな気がします。で、スケドラ咲いたので、まあ、ここ、端前来るとしてもインドラかなっていう。なんで、スケで蓋してあげて、延命してあげて、LSP?いや、LSP ナイスすぎる。で、これさ、あの、テスラが残ってんすよね。だから、ホグ飛ばして、まあ、なんか来ても、このテスラがね、仕事してくれる。さあ、居残りテスラ君。うわ、入る。今の入るのはヤンキーすぎるな。でかすぎ。で、まあ、バルーン来ても、いろいろいるんでね。さあ、ここは落ち着いて、でも一回テスラが、回る。LSP いるかな?いや、テスラ、やばいんですよね。テスラハンターが回転早すぎて、ね。もう置いとくだけで守れちゃう。よし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 。いや、ハンターマジで強いっすね、最近。さあ、こっちサイド来る。さあ、まあちょっとね、ちょっとだけめんどくさいっすよね。LSP 出して、ハンター延命してあげて、これハンター延命がいいっすね。で、まあ、テスラもいますし、オッケー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 。ハンターがね、残ってくれてる。まあ、残り2秒なので、オッケー!さあ、回転が早い。テスラハンターが無限に回るんでね、ちょっとデリバリーとか欲しくなっちゃう気もするんですけども、まあ、LSP でね、全部カバーして、てかまあ、小物系、ラバーのこう、光栄だったり、パピーだったり、まあ、相手がゴレだったらゴレのダクネのコウモリだったり、全部 LSP でね、頑張りましょうと。いうようなデッキです。さあよろしく。これ勝てば12勝かな?ピッピ、ドリーム。さあよろしく。まあ、やりごぶイコール、もう、こんにちはじゃないですか、これ。トルネが、キュイーン。あれ?ナイト使ってくれる。ナイト行き?ん?迫撃スケラとかですか?もしかして。なんか、雪玉、やりごぶだとそうっすね。スケラーっぽい、スケラーだと思いますね。うん、ちょっと暇なのでテスラを一応かな、まあ、クエイクでもよかったんですけど、今のクエイクでよかったかな、まあ、もしかしたら迫撃があるかなと思って、そうですね、これに一応迫撃クエイク打ちたいなっていう思いの。さあ一発だけっすよね。さあ今回相手は迫撃スケラデッキだと思いますね。で今迫撃咲いてるから、これちょっと攻めたいですね、ここ。これ、ファイルボとか来そうだな。うん。さあ、やりごぶ。あはー、一体この一体残るのもたまにあるんですよね。オッケー。いや、結構ダメージ入りましたね。まあ、でも、スケラーを受けるのが、意外とね、このハンターだと、やっぱダメージ入っちゃうのが怖いですけど、LSP タイミングめっちゃ大事ですね。LSP が、うまければ負けない。LSP に全てかかってる気がしますね、今回の試合は。さあ、で、今は、まあ、いっぱいいますよね。とりあえず、テスラ置いて、テスラ、置いとけばいい。さあ、テスラ置いとけば、あれも全部怖くない。で、スケラーもハンターで頑張ってもらうっていう。よし。さあ。で、ハンターマジ強いんでね、スケラ受け。もう LSP いらんかったやんけ。いや、いい。ハンターやばくないですか?こんな守れるんだっていうぐらいからのテスラも置いて、で、ホグ?で、ホグクエイクすれば相手迫撃なんで、一発は入らないかもしれないか、ハンターいると。
さあまあでも流れは全然負けそうな香りはしないっすよね。相手のこの血縁ニット対決に真正面から行くと相手のあのムートとかにねなかなか勝ちきれないので、ホグを飛ばすタイミングとかがすごい大事になってくるのかなって思います。よいしょ。さあなので雰囲気おしゃれなタイミングでね飛ばしていきつつ、一発、いや一発欲しかったな。まあ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 、これ先に攻めちゃっていいのかなと思ったんですけど、一回盛ります。まあテスラまだ残ってるしね、植えられてるんで、テスラ植えられてれば、いやなんかテスラ邪魔だな君、マジですごい邪魔で、ウッド使ったんすけど、まあ、LSP あるしみたいな。うん、あのムートっすね、僕が嫌なのは。これクエイク削り、いやなんでそこ外すっていう、いやまあ耐えれそうな気はするんですけどね。うん、おこれ美味しい、これだってめっちゃ美味しくない。でまあ LSP ここでホグ飛ばしたいな。いや一応ウッドだけ打って、これ相手迫撃も使ってるんで絶対しんどいんですよね。僕一発入る、クエイクでダメージ稼いで、いや テスラ置いて、テスラ置いとけばあのマジでなんとかなります。本当にこれ困った時のテスラで、レスピでちょっと削りいくで、受け用にハンター出して、さあ初め止めてもいいのかな、タゲさえ取られなければみたいなありますよね。でホグクエイクしてテスラ置いて、オッケーオッケーオッケー。でもクエイク削りしてるようなもんなんでね僕は。でこれ全部あのテスラが頑張ってくれます。でハンターまた置いて、エレスピ欲しいね。今回相手矢の雨なんすね。矢の雨雪玉のホグクエイクじゃねえ、迫撃スケラか。あれちょっとだけやばい、ちょっとだけやばくなってきたので、もう端前ぶっぱします。ウッド圏内か、オッケー。さあグッドゲームですね。なんかちょっとねムートとか嫌な気もするんですけども、もうテスラですよ、テスラゲーでね。はい、低めテスラ、まあ高めテスラ、まあ置きまくって、まあねもうテスラ置いとけば勝てますというようなデッキでございます。ぜひね、この高回転ホグデッキ皆さんも使ってみてください。というわけで、おります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。